皆さんこんにちは、しょうまりです。今回紹介するトミカはこちら、トミカナンバー107番衛星通信車になります。スケールは64分の1で、アクションとギミックはサスペンションとルーフアンテナ稼働になります。でボディカラーは白になりますね。メントインベタム製になります。それではまずビニールを剥がしていきます。無事に剥がしました。それでは開封していきます。取り出します。こんな感じですね。では全体を見ていきます。でサスペンションしっかり効いてます。それでは細部をじっくり見ていきましょう。中を覗いてみます。ハンドルやギア、シートの模様の部分まで忠実に再現されています。そして後ろの座席はこんな感じです。そして前ですね。お、ヘッドライトはクリアパーツになってますね。で、この下のこの黒い部分は別パーツになってますね。で、この部分はしっかり色分けされています。この部分も別パーツですかね。で、フロント部分にはトヨタのロゴマーク、エンブレムが書かれています。ルームミラーもあります。あ、この、まあ、赤色灯の部分ですかね。これはクリアパーツではなく、赤の塗装で塗られています。そうですね。できればクリアパーツの方が良かったような気がするんですけどもね。はい。で、アンテナですね。そして反対側になります。反対側のサスペンションもしっかり効いてます。
そして後ろですね、はしごがあります。これここに登るためですかね。で、まあこの上で作業するためのはしごだと思います。そして、ブレーキランプは赤の塗装で塗られています。あー、ここに、ロゴマークがあるのかなと思ったんですけども、まあ、トヨタのロゴマークですね、あのこれですね、これがあるのかなと思ったらないんですね。まあ、実車だと絶対あると思うんですけどもね、ないですね。まあここはしょうがないかな。まあはしごの、はい、はしごの多分構造っていうか、そうですね、まあ隠れるから別にあえて書かなかったのかなっていう感じですかね。で、ここのルーフアンテナが稼働します。こんな感じ。結構リアルですね。しっかり再現されています。まあ実車は見たことないんですけどもね、まあいつか見れるといいなと思います。はい、こんな感じですね。で、アクションギミックですが、箱にはルーフアンテナ稼働って書いてあるんですけども、なんと他にもアクションギミックがついてました。これは後から気づきました。はい、まずこちらのこのでかいアンテナですね、まずこれがこのように稼働します。そしてこの、まあ、小さいこの白い、まあ、これもアンテナだと思うんですけども、これもこのように稼働します。そして回転ギミックがついてました。このように、ちゃんと回ります。素晴らしい。走りはこんな感じです。というわけで、今回はトミカナンバー107番衛星通信車の紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画も楽しみにしていてください。それでは失礼します。さよなら。